北海道銀行、三連勝のガスも大手に変わりなし、吉村さやかを、次でしっかり勝ちたい来年の北京五輪へ向けたカーリング女子日本代表決定戦。11日、北海道湧かないし緑スポーツパークの第三試合が行われ、日本選手権覇者の北海道銀行は、2018年平、秋五輪銅メダルのろこそらあれ、LS23、9で敗れ、 通算成績を2勝1敗とした。先に3勝したチームが、北京五輪切符をかけた12月の世界最終予選に日本代表として出場。2連勝で大手をかけていた北海道銀行だったが、第3試合は第1エンド、E に2点を先制されると、第2、3、4位と3連続スチールを決められるなど、苦しい戦いを強いられた。試合後、スキップ、吉村さやかを、 29は自分たちのショットは正確性を欠いていたが相手はい、e、いショットをしていた相手のペースでなかなか自分たちの流れをつかめなかった自分たちのゲームができなかったことが悔しいと唇を噛んだものの北海道銀行が有利な状況に変わりはない次に向けての課題は明確になった修正して明日は切り替えて頑張りたい次 4試合目でしっかり勝ちたいと決意を新たにした。